こんにちは、バイスのタケです、始まりました第2回目、バイスチャンネル前回は、ちょっとお叱りをいただきまして、バイスのアイコンでもある G ベストを着てないじゃねえかというお問い合わせがありましたのでお詫び申し上げます。すいませんでした。ということで第2回目からはバッチリ着用でスタートしていきたいと思います。ということで、N1 ジャケットの下に着るインナーアイテムの紹介です。第2回目の、アイテムご紹介はこちら、裏肝を使用したバモスラグ柄パーカーになります。全体の感じはこんな感じです。ラグの柄をモチーフにして考えました、パーカーになりまして、お腹部分には両サイドから手を突っ込めるポケットの上にスナップボタンがついた特大ポケットがあります。これぐらい入ります。余裕で入ります。ライディング時はこのようにリブを伸ばしていただいてグローブを下に入れ込めるようになります。そして通常時は、こちらのリブを内側にしまい込んでいただいてこのような感じで着ていただきたいです。首元は、三つボタンタイプのヘンリーになっていて、お好みのサイズ感で広げていただいて着ていただくのがグッドです。僕の場合は、だいたい一番下のボタンだけ止めて着ることが多いです。このままフードをかぶっていただいてもナイスです。テイク5いくよ。第1回目に紹介した N1 ジャケットを重ね着したスタイリングになります。前回同様 2XL を着た感じがこんな感じになります。フロントを締めてみます。ポケットがパッカーのポケットが大きいのでちょっとパツパツですけど、一応重ね着でライディングできると思います。先ほどちょっとだけ苦しかったのでフロント開けさせていただきましたが、普段の僕のライディング時のスタイルはインナーにアウターに、定番のデニムベストを重ねて、ライディングしてます。本当はこれを締めてこのようにベストも自分なりにカスタムして、
止めて乗ってます。こんな感じです。こちらの本日ご紹介したバモスパーカーの、ブラックの別カラーがこちらのホワイトになります。こちらの2色展開で、サイズ展開が S、M、L、XL。 ちなみに僕の身長体重は175センチないぐらいで100キロです。で、XL でちょうどよく着れます。ちなみにこちらは S サイズになりますので、もちろん着れません。お値段は22,000円の税別で販売させていただいてますので、皆様よろしくお願いします。第2回ご視聴ありがとうございました。今日の配信日でちょうどホットロッドカスタムショーまで2週間となってます。僕もホットロッドカスタムショーに向けて、脳を破壊するようなこんな変なバイク、変じゃない、かっこいいバイク作ってますので、お楽しみにということで、今後もバイスチャンネルイベント告知、商品紹介等でガンガン配信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。